演奏いたしました曲は、パラダイスハズノーボーダーでした。次に演奏いたします曲は、スイングジャズの名曲、メイクハーマインド、スイングしなきゃ意味がないです。どうぞお聴きください。 Thank you.
演奏いたします曲はスローなジャズのスタンダードナンバースターダストです。アルトサクソフォンソロでお送りします。そして美空ひばりさんの愛さんさんと川の流れのようにです。どうぞお聴きください。Thank you.
私たちは日頃極限演奏にもチャレンジしています。一輪車やバランスボールに乗りながらの演奏などさまざまな芸をやっています。本日はその中から2つお見せします。まずはフラフープを回しながらの演奏です。どうぞご覧ください。次はダブルダッチをしながらの演奏です。交差する2本のロープを回しその中に入り飛びながら演奏します。どうぞご覧ください。惜しくも失敗してしまいました。もう一度挑戦しよう。残念ながらまた失敗しました。もう一度挑戦してみましょう。今日は風が強いみたいです。挑戦してみましょう。私たちの学校は武蔵小杉駅の近くにあります。皆様ご存知の通り高層ビルが隣立するとても都会的な場所です。私たちの校は吹奏楽コンクールで29年連続して関東大会に出場していました。ですが中止となってしまいました。で1年間で公演がですが今年度は2回目です。年間今日の皆さんたちの思いが届いていますでしょうか。ありがとうございます。今後は徐々にまた皆様の前で演奏する機会が増えていきそうです。4月25日武蔵小杉のグランツリーで演奏、他には横浜バックに出演します。こちらもぜひご注目ください。それでは最後にラテンのリズムが強烈なチュニジアの夜とシングシングシング、そして皆様ご存知のボドルポンポコリンを演奏して私たちのステージを終わらせていただきます。それではどうぞお聴きください。
Thank you.